どうも、しゅんです。こんにちは。今回は GMO インターネットグループさんにお邪魔してるんですけども、皆さんに GMO インターネットグループさんの、まあ、理解を深めるっていうところと、あとはなんか面白いプロジェクトがあるのでご紹介できたらなと思ってます。GMO インターネットグループでどういう会社か知ってますか、しゅん君？聞いたことはあるし、見たこともあるし、はい、具体的なその事業内容とかはわからない部分があるんで、うん、今日知りたいですね。今回 GMO インターネットグループの社員さんに来ていただいて、紹介いただけたらなと思ってます。こんにちは。こんにちは。はい。GMO インターネットグループの人事の矢桁と申します。今回矢桁さんにはオフィス紹介とプログラムの紹介をいただくという形でやっていこうと思ってます。はい、こちらは何ですか？こちらはですね、 GMO オリンピアという社内にあるジムです、はい、今年 の7月にまだできたばかりです、うん、あとは GMO バリリラックスというマッサージをしてもらえるスペースになってまして、夜景もだいぶ綺麗な場所ですね。景色最高ですね、うん、仕事の合間とかに気分転換にいらっしゃる。めちゃくちゃ上げてるけど、すごい。1、2、これ結構きついね。仕事前とかに行くのありですね。こちら社食エリアっていうんですかね、 GMO ユアーズという、はい、コミュニケーションスペースになってまして、はい、パートナーがですね、はい、朝ごはんだったりお昼ごはんだったり休憩の時に使うようなフリースペースがございますので、ちょうど朝食も出てたりするので、はい、金曜の夜はバーを開放してるんですよね。アルコールとかフリーで、そういう形でパートナー同士がコミュニケーションを送りやすくなるような、いろいろイベントだったりもこのエリアでやらせていただいて、すごい、めっちゃいろんな種類があります。いただきます。はい、ということでこちら先ほどのコミュニケーションスペースの横にあるスペースなんですけど、昼寝ができるっていう、そうですね、場所なんですよね。ここは GMO シエスタっていう名前がついてまして、で予約制になってるんですけれども、30分ずつ仮眠をしたいとか、はい、少しリフレッシュしたいといった時に、まあ、こういったスペースで窓際で見晴らしがすごく綺麗なので、ここにしんくんが寝てるという。どう？ここすごい眺めがいいんで、向上心とかなくなったりしないのかな、これ眠すぎて。リラックスするときはリラックスするみたいなことなのかもしれないですよね。オフィスを案内いただいて、やっぱすごいなと思いました。本当に綺麗だし、いかにこう、まあ、社員さんであったりパートナーさんのポテンシャルをこう引き出せるかみたいなところに意識してるなっていうのがあって、うん、めちゃめちゃいいオフィス環境でした。GMO さんってよくナンバーワンって歌ってるかなというふうに思うんですけど、具体的にそのどんな事業とかサービスがナンバーワンなのかなっていうのがちょっと知らなくて、もしよければ教えていただきたいです。インターネットの事業ではさまざまな事業をやらせていただいています。でその中でもナンバーワンの商材ってたくさんあるんですけれども、メインはインターネットのインフラの事業と呼ばれる、当社でいうとドメインとかホスティングとか、インターネットの基盤を支える事業領域ですね、あとは金融事業っていうところでネット証券であったりとか、FX の領域であったりとか、そういったいわゆる金融事業という分野でもナンバーワンをいただいています。どうしたら一番になれるのかなっていうのが分からなくて、はい、私たちって自分たちでインターネットのサービスを作って直接お客様にお届けするっていう事業をやっているんですね。お客様にサービスを提供するときに、お客様が一番喜んでもらえるものって何なのかっていうのを常に考えています、うんうん、なので一番いいものを一番安価で作るっていうことに徹底的にこだわり続けてきたのがナンバーワンの秘訣というか、私たちがこだわっているところかなと思います、うん。今回 GMO インターネットグループさんのプロジェクトでナンバーワンのスティーム人材採用、新卒年収710万プログラムというプロジェクトがあると聞いたんですけど、そのあたりちょっとお聞きしてもよろしいですか？今年から初めてスタートしまして、23卒の新卒の皆さん向けにまずそのスタートしたプログラムなんですけれども、もともと GMO インターネットグループはですね、全体的にリモートワークの働き方の推進であったりとか、業務効率化で生産性をどうやって上げていくかっていう取り組みをグループ全社で実施をしています。でそれをすることによって効率化が進んでいくと、そこで出た収益っていうのが当然出てきますので、その利益をパートナー、いわゆる従業員ですね、しっかり還元するっていうことをやろうという形でプロジェクトが発足されまして、でその中の一環として、これからの時代を作っていく新しい皆さんのような新卒の方たちであったり、あとは既存のパートナーですね、いる方たちの給与もナンバーワンにしていこうという取り組みが発足しました。でその中
中でまずは新卒からやっていこうというので誕生したのがこのプログラムになります。このプログラム受かるのめちゃくちゃ大変そうだなと思うんですけど、どういう人材を求めてるかとかお伺いしてもよろしいですか？やんちゃな人に来てほしいなと思ってます。でそのやんちゃっていうのが枠にとらわれず、型にはまらず、インターネットのこう産業をどうやったら面白くできるだろうみたいなのを考えてやっていけるような人。GMO インターネットグループさんと、いわゆるインターネットの領域で他の競合他社さんとかメガベンチャーさんとかいっぱいあると思うんですけど、良さとか魅力とかってございますか？全体の約 50% 近くがいわゆる作り手、エンジニア、クリエイターが存在してるんですけれども、当然その職種だけではなくて営業だったりカスタマーだったりいろんな職種の方が働いていますから、そういう意味ではいろんな経験を一つの会社でしていただくことができるっていうのと、自社サービスを直接お客様にお届けするということをしてますから、良くも悪くもお客様の声でダイレクトに自分たちに届く。でそういった意味でのライブ感だったり、じゃあ自分たちでどういうふうにお客様に喜んでもらえるようにやろうかみたいなことを経験できるっていうのは私たちの会社ならではかなというふうにすごく感じますね。あとは自分たちでサービスを作ってる以上、最新の技術だったりとか最先端のものをしっかりこうサービスに取り入れて作っていくっていうのは常にやっているので、そういう意味では新しい技術に触れていただくとか、もしくはそれを経験いただける機会がすごく多いんじゃないかなって思います。これから成長したい学生さんとかけど安心も担保したいみたいな、当然と安心をどっちも取りたいみたいな学生さんにとってはすごくなんか良さそうだなっていう、あと大きい規模のチャレンジができるっていうところはすごいいいなと思います。会社がすごくおかげさまで毎年どんどん成長させていただいて仲間も増えていってるんですけど、でもやっぱりこうベンチャーの精神はなくしてはいけないっていうのは常にこうみんな持ってることかな。企業理念もスピリットベンチャー宣言という企業理念を掲げています。私たちの茶税社訓のようなものなんですけど、そこにはやっぱりこうベンチャーであり続けるっていうことの大事さであったり、そういったことがこう刻まれている言葉なので、常に私たちそれをこう身につけてるっていう感じですね。まあ、やんちゃな人というかどんどん積極的にやる学生がって話あったと思うんですけど、 GMO インターネットグループさんみたいな大きなところとかいいところに就活したいなっていう学生って結構みんなそういう人が多いと思うんですけど、その中でも特にこういう人は採用されやすいみたいなのがあれば教えていただきたいです。まず一番は先ほども申し上げたあのスピリットベンチャー宣言という私たちの企業理念に賛同いただける方っていうのが、一番最初にお会いした方たちにお伺いしている部分になります。でもう一つはいろんな取り組みをされてきた方たちってたくさんいらっしゃるんですけれども、やっぱりそれをしっかりこうアウトプットして実績としてできていらっしゃる経験があるかだったりとか、結果ももちろん大事なんですけれども、それに向かうこうプロセスだったりがどういうふうに組み立てられていらっしゃるのか、そういったところがこうクリアになっていらっしゃる方っていうのは説得力があるというか、ご実績をしっかり出せる方なんだなっていうのをあの分かる部分がある方はあの多いかなと思います。今回は GMO インターネットグループさんを取材させていただいたんですけども、新卒年収710万プログラムに興味を持った方は下の概要欄からチェックしてみていただきたいなと思っています。で下の概要欄に新卒年収710万診断という、あなたはどのタイプの GMO に合った人材になれるのかっていうことを簡単に診断いただけるあのコンテンツが下の概要欄にあるので、気軽にチェックしてみていただけたらなと思ってます。本日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。どうもありがとうございました。